伝説によれば、天狗たちの崇高なる白雲山という場所があるという。そこの景色を目にして初めて大妖怪として認められると言われている。僕は一生その景色にふさわしいものにはなれないだろうと。無数の山々の頂に挑戦してみたが、ある日うっかり山腹から転落し、長い間気を失っていた僕は、どこからか流れてくるゆったりとした曲を耳にし、目を覚ました。空にはすでに丸い月が昇っていて、月光に照らされ、線の細い人間が何か楽器を演奏している。曲調はゆったりとしているが、内側から力が溢れてくるようだ。僕は再び崇高なる白雲山に挑戦することにした。僕は山頂へと登り始めた。結果がどうであれ、できることは全部やった。再び目覚めると、目の前には空を漂う羽が、そして背中には美しい翼が大きく羽ばたいていた。大妖怪の証とは、力を得て見下ろした風景ではなく、その風景へとたどり着かせた心である。僕はもっと、もっと強くなる。せい！大天狗の名にかけて、翼よ、強風を起こせ。